皆さんこんこにちは松武信之ですあのー、昨日、えー、この赤旗のです、ね、土方さん、えー、組織局共産党の組織局長の、まあ、除名処分された人物に言うと党大会か乱作動についてと。 いうことであの思いつくことをお話ししたんですけれどもあの大事なことを一つあの言い忘れていたのでですねあの追加というかおまけというかでお話をしておきたいと思うんですよね。それでこの土方さんの文章の特徴中心は えー、私がですね、この、実はこの7月10日に、このブログをですね、あの、見えますか、えー、アップしたんですよね、この,この日に、こういうブログをアップをいたしました。これは、な、何の記事かというと、あの、兵庫県で、神戸市で。 えー、私の話を聞くあのトークイベントがあったので、まあ、それに出席したんですけれどもそれに出あの参加していた方の何人かがですねあの,あの松崎さんの除名に反対するために党大会に参加したいんだけれども、まあ、除名に反対するっていう自分の気持ちを党の中で伝えると、まあ、大事になれ,、うん、なれないと。 えー、どうしたらいいでしょうかっていうふうにおっしゃる方が何人かいて、まあ私もその何十人かの集会でそういう方が4、5人おられたのですごく勇気づけられはしたんですけれども、まあ同時にやっぱりね、あのー、そうやって今の私の除名に反対するっていうのは、まあ党内ではね、なかなかこう、 なんといっても私は格乱者ですから、格乱者に同調する人物ということで、それこそ文化を形成しているということで、処分されることにもなりかねないことで、なかなか難しい問題ですね、と。どうしたらいいでしょうねっていうことにちょっとお答えしたんですけども、その場でも、まあ、それについて、まあ、書いた記事だったんですよね。で、それで私はまず、その記事、 その記事でどういうことを言ったのかっていう、まあ昨日も、私はその土方さんのお文章は全文を自分のブログにアップしましたけども、まあ土方さんなり当中をって私の言い分を、あのー、ね、都合のいいところだけ、あの、何十字ぐらい、十何字みたいなのを引用するので、で、勝手に解釈をするので、非常にその、論理的な論争には、 あんまり適さないやり方をしているなっていつも思うんです。けれども、まだから私がまず何を言っているかっていうのをま述べたいと思うんですよね。で、私はその確かに、その土方さんがこのここで引用しているように、現在の党指導部の方針に反対したとい。い しししててていいいいたとととももも必ずしも明確に反対すするるる言言わないやり方あうはっんです、まあ、そこは土方さんも引用してるんですけども何をもってそういうふうに言ってるのかっていうのをまず皆さんにご紹介したいと思うんですねでちょっと読み上げますでもまず私の再審査にどういう態度をとるかは大会の場で決めればいいと思うのです党大会で私の弁明を聞いたり 最新査請求書を読んだり、同時にそれに対する党指導部の反論を聞いたりして、その上で大議員一人一人が判断すべき問題です。大議員を選ぶ時点で不明にしていい問題ではない。そんなやり方は規約上の最高機関である大会での議論を軽視することであり、規約を貶めることです。それに50年問題の際の宮本賢治氏の態度は参考になります。 あの時、古民フォルムの論評をめぐって、党は徳田久一らの主流派、所管派と、宮本賢治らの国際派に分裂し、宮本は九州地方委員会に左遷されます。そして主流派が、えー、御前協で軍事方針を決めるわけです。しかし、その後、えー、古民フォルムが主流派の軍事方、方針、 あ,あ、すみません。さっきの主流派が4000協、51年2月で軍事方針を決めるわけです。しかしその後、コミンフォルムが主流派の軍事方針を支持し、国際派を分派として批判します。51年8月。それを受けて宮本氏を中心とする国際派は総崩れになり、自己批判して主流派に結集する状況が作り出されます。そして5前0協、 51年10月で武装闘争方針を明確にした51年考慮が採択されることになります。宮本氏は復帰したとはいえ、もう指導者ではなく、心の中で51年考慮をどう評価していたかは伺い知れませんが、少なくとも51年考慮に反対したという事実は証拠として残されていません。 けれども、55年になって主流派の中心にいた徳田九一の死亡が公表され、旧所管派のしだしゲオと、旧国際派の宮本氏が中心になって、党の団結を固める道に踏み出していく。最終的に51年考慮を否定し、61年考慮を作り上げていくわけです。という、こう、事情を述べた上でですね、 私はさっきその土方さんがあの引用したように現在の指導部の反し方針に反対していたとしても必ずしも明確に反対すると言わないやり方もあるって言ってるわけですけどもでも要するにその今言ったことでもわかるように私は当時の宮本賢治氏の 話を書いて、その結論部分にそれを書いてるんですね。だから、実はその結論部分も、その、土方さんが書いていることはですね、こう、全然私の真意を伝えていないんです。土方さんが、その、こ,こ見えるんですかね。ここに書いて、引用したのは、この最後の4行のうちの、 非常に都合、宮本さんのことを抜いた部分なんです。現在の投資道具の方針に反対していたとしても、ね、私は、だからその、今説明した当時の宮本氏のようにと、書いた上で必ずしも明確に反対すると言わないやり方もあるって、私は言ってるんですけども、土方氏は、この当時の宮本氏のようにっていうのを削除して、で、しかもここがこうね、普通削除したら、 点々とか言ってど、何かを削除しましたよっていうことを、あのー、で、書くのが普通の、まあ、学者、学者までいかなくても、論理的な文章を書く人のやり方だと思うんですけども、全くこの、これ、この私の結論は、宮本氏と何の関係もないものであるかのように、予想ために、えー、意図的にですね、こう削除して、 自分の論理を作り出しているっていうやり方をとっているわけですよね。それでそのことをもって、まあね、えー、批判しているわけですけれども、私はこの、こういうやり方はね、すごく大きな問題があると思っていて、まあ昨日の、まず昨日の動画で述べたように、まあ私の除名問題っていうのは、 あの、今度の大会の議題として採用されるかどうかが分かってないわけですよね。もう1ヶ月も前に再審査の除名問題や規約に基づいて再審査してくれって請求書を提出しているのに何の返事もない今ま放置されていて、えー、かつ公式に あの、採用されている党大会の議案の中に入ってるか入ってないかもわからない。まあ一応、その議案の中にその他っていうのがあるから、その中に入ってるっていう解釈もできないではないけども、しかしそれもわからないと。まあそれなのにね、その、ね、私の除名に反対だ。その大会議案にしかも私の除名問題、除名っていう言葉すら書いてないわけですから、 除,除名問題、私の除名問題に反対だということを、まあ、堂々と述べるべきだということを、まあ、土方さんはおっしゃってるわけですね。議案にもしていない、することが明確にされていないも,もとで、私への、こう、の除名に反対だったら、それを党内で言えと、議案にもなってないの言えっていうことと中央が迫るっていうやり方が、まあ、もともとおかしいわけですよね。 ね、で、かつ、その、ね、この土方さんの文章の一番一つの大きな問題は、私は、その当時、50年問題当時の宮本賢治氏の態度を取り上げて、その宮本氏のやり方を見習うっていうやり方もあるんじゃないかということを提起しているわけですよね。それ、だから、要するにそのブログの、 記事私のブログを引用して私を批判しておきながら、ブログ記事の中心的な論点は隠蔽する。隠して批判するっていうのは卑劣なやり方だと思うんです。で私はだって宮本さんの、党のね、大事な指導者だった宮本さんの行動を褒めている記事なんだから、堂々と引用すればいいと思うんです。で、ところが、土方さんはこれを引用できなかった。 でそれはなぜかというとあのそれはこの間の党中央の50年問題での説明がやっぱりガタガタと音を立てて崩れてしまうからなんですねそれをこう正直に引用すると。で私は今 引用したように、宮本さんというのは、その、暴力革命路線を決めた51年綱領におそらく反対していたんだろうけども、その51年当時、 51年綱領が出されて公表されたのにそれに反対だっていうことはおっしゃらなかったわけですよねもうだからさっき書いたように国際派宮本さんが率いていた国際派はもう自分たちをこう解散して党に戻ったわけですよねだからそういう点ではいわゆるもう分裂状態ではなくなった。 で、ところがその、現在の共産党は、あの、暴力革命路線を決めた51年綱領というのは、宮本さんなんかは全然関係なく、分裂した一方の側が、まあ、勝手に作ったものだっていう説明をずっと、最近、あの、この十数年間、もうちょっとかな、あの、やっております。で、しかし、今言ったように51年綱領っていうのは宮本さんが、ね、 あの国際派を作ってバンバンと所管派をこう批判していた時期ってあったんですけどもその党の統一のことを考えて、えー、国際派を解散して党に戻った、まあ、だからもう、ね、今の党中央は分裂した一方の側が作った一方の側が作ったっていうけれども,もうその逆の他方の側はもう存在していない。 状況の下での51年考慮、暴力革命を含めた51年考慮の採択だったんです。で、しかし宮本さんはそれを公然と批判するっていうことはしなかった。で、そして55年になって、ね、要するに暴力革命の方針がもう破産したということが明確になって、それでその所管派の人たちと一緒になって、 えー、党の統一と団結のために努力をしたでだから党のこう統一と団結のためには51年綱領に賛成して武装闘争をやった人たちなんかもそっちの方が多かったわけなわけですけども私たちもこう一緒になって受け入れてね現在の60年 党をを作作っって当時の61年領を作ったわけですまあだからその51年綱領をこう明確にねもうすでに党に戻っていたわけだけども明確に批判せずにその路線でやってきた人たちも受け入れてやったことが現在の党の統一と団結を作り出したっていうまあ明確なこう事実が あるわけですよねそれをしかしこう言ってしまうとその一方の側が作ったあ自分たちの現在の共産党には何の関係もないことだみたいな言い分が成り立たなくなるから結局そういう無何て言うのかなあの無理のある引用の仕方をして私に対する批判を行うっていうことに、まあ、そういう結果になってるわけですよね。 まあすでにあのまあネットの世界でもこの土方さんのこう文章に対してはいろんな批判がもうされております。まあツイッターではまとめサイトまで一ま日のうちに出来上がるという非常にあの注目されている文書になっております。で、まあ、当中央はですねこういうこうね 論文まだ今だったらこれは個人が勝手に書いたものだみたいなことを言えるわけですからそれをこう取り消してねあの私の最審査というものその50年問題の分裂のこ,う、ね、この本当に通苦の教訓から党も間違って除名することがあるんだっていう、まあ、そこから最審査というものができたわけですから。 この論文は撤回してですね私の再審査を行う大会で行う議題にするっていうことを述べてでそれで今からでも伝統的に、ね、議題だから議論しようっていうことを提起してそして党大会の場でもですね時間をとって、えー、私の説明も聞いて除名をした京都の党の説明も聞いて。 大臣の中でも議論するっていうことを、ぜひ行ってほしいなと思います。今日もどうもありがとうございました。